ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。ジオコレのクリデンを N ゲージ動力化しました。N ゲージ動力化は、どうやってやるのか見てみましょう。鉄コレ TM10R とパンタブラック PG16 型です。動力を組み入れていきます。箱を見てみましょう。詳しくは、ジオコレ。16m9A です。中身を取り出してみましょう。出てきた。あ、下に入っていた部品が、落ちた。モーターの両サイドに重りですね。これが、台車の形をした部品です。右手に持ったのが、床下部品です。説明書を見てみましょう。ふむふむ。こんな部品が入っていました。台車の部品が足りないと思ったら、箱の中でした。台車の部品をニッパーで切ります。薄いニッパーじゃないと、切りにくいなー。あとは、手で部品を転がして、部品を取り出します。台車の部品です。切り残しを少し残して、ヤスリで削ります。動力ユニットを見てみましょう。点点点の穴に、台車部品をつけるんですね。台車の部品を、動力の車輪のところにつけます。反対側にもつけます。次に、アーノルドカプラーをつけます。上からスライドさせて、はめ込みます。今は、こうなってるんですね。簡単だアーノルドカプラーの後ろ側です。台形になっていて、スライドさせて、はめ込むようになっています。さあ、クリデンを取り出します。箱から部品が落ちたわら。車両の色が鮮やかです。やっぱり、色が綺麗ですね。西武線に見える。床下はこんな感じです。クリデンミュージアム保存車 M1 号さんです。かっこいい。2ドアなんですね。床下を取り外します。爪というか、引っ掛けが4箇所ありました。右を外せば、左がはまる。
左を外せば、右がはまる。取れた。中は、窓ガラスとしてプラスチックが組み込まれています。床下の部品も動力台車に移動します。台車の上には、車内の色を再現した、青緑色の部品が入っていました。はまった。青緑色の部品は、椅子のようです。動力台車に変えていきます。車体に動力台車がはまるかな？爪の位置を確認して。動力台車側の爪の位置も確認して。カチッと、はまりました。床下に隙間がありますね。一度、動力台車を取り外して、床下部品を組み付けます。こうやって、床下の隙間を埋める部品をつけます。さて、もう一度、車体に動力台車をつけます。今度は、隙間がなくなりました。Nゲージっぽくなりましたね。次は、パンタグラフを取り替えます。中身を取り出します。大きめのひし形パンタグラフです。金属で、プラスチックよりも、本物に近いですね。プラスチックのパンタグラフを外します。スポット外れました。金属のパンタグラフは、足が4つでしたので、4つの穴に組み付けるんですね。緩いので、ボンドなどで固定する必要がありますね。パンタ上昇。どこから見ても、Nゲージになりました。金属のパンタグラフをつけたことで、重厚感が増しますね。床下の機器を動力台車に移設します。スポット抜けます。動力台車の方へ組み付けます。
結構、リアルになってきた。反対側もつけます。4つのデコを、穴にはめ込みます。結構、簡単に床下機器が移設できました。床下があると、車両って感じが出てきますねー。はい、これで一通りの移設は完了しました。箱を片付けました。さあ、走らせてみましょう。おお、すごい、近代的なホームに。古い列車がいると、イベント列車みたいに見える。出発。走ったー。止まってしまったー。レイアウトを一周できるかな？ここ通れるかな？石越駅に到着。脱線してるー。ということで、ご視聴ありがとうございました。